皆様こんにちは、ブチュチュンパです。今日も楽しくダケタクトをやっていきたいと思います。今回の内容はブチュチュンパが A ランクウェイト35なのにめちゃくちゃ強いんじゃないか説やっていきたいと思います。皆さんのね、目で確かめていただいて、こいつは使えるのかどうか実際にね使ってみて体感で感じていきたいと思います。ブチュチュンパなんとか貫突してきました。 HP が1258、MP496、 キスクローの装備をこんな感じでつけております。 11% と素早さ12かな。あとハグメタベストつけております。守備力321、素早さ557、うん、早いね。十分、移動もしっかり3あります。そして情熱キスプラス10まで育成してきました。耐性はメラギラ激減のバギレイン耐性という感じですね。でこいつのねやばいところが、今回ねこの怒涛の情熱キス装備錬金の動画の時に回数制限があるから複数体分は出ないんじゃないかと言ってたんですけれども、なんと複数体分当てた分出ます。これねやばいです。 S ランクでねトロルキングとか鬼コンボが怒涛のスタンプ暗黒大車輪複数体分出るんですけれども、あちらの方は物理なんですが、こっちは必殺出ない、しかも回数が3回まで限定という形でございます。じゃあこれがね実際どんだけ使えるのか強いのかっていうのをちょっとねこちらの闘技場で一回戦ってみたいと思います。リーダー特性乗せてないリアルな感じで連れて行ってみましょう。さあいい戦いができるかな。ブチュチュンパよろしくお願いします。さあ相手がそんな早くないですね。うん、 HP も1539あるので意外といいですね。じゃあこんな感じで行ってみましょう。戦闘開始。ではまず異形の大魔剣で引っ張って、で、ハリキリセラフィーで回復されてしまう。痛いですね。痛いので、本当はここね、ソロ倒したいとこなんですけど、ブチュチュンパの火力も見たいところなので、まあ、128目標というわけじゃなくて、火力検証という感じでいきましょう。じゃあ、エイヤーぽい。激減じゃダメですね。ランルシアで、ソロ1200はさすがに削れへんかな。ロイヤルソードでちょっとこっち削っといて、さあ出番ですよ、ブチュチュンパくん。じゃあ情熱キッス、あ、そんなにダメージ出ないですね。闘技場でリーダースキルなしでキス黒つけただけでダメージ以下ほどですか。318、368、478、あ、でも攻撃力下がる。怒涛の情熱キス1回、211、240、あ、セラフィー死んじゃった。あ、もう一発3体分出るのね。242、211。あ、めちゃくちゃいいダメージ出ますね。え、結構強くないですか？ダメージ軽減ある勇者枠に対しても約900とか1000ぐらいダメージ出してましたし、3回ね追撃あったので、お、普通に強いぞ。無属性大義なのでマデュラに対しても結構いいダメージ出せるんじゃないかな。マデュラパーティーおったらね一番いいんですけど、まあ、PVP 連れてったら結構いい動きしてくれるんじゃないかなと思います。それではですね、実際にこちら開花の扉の、33巻かな、こちらがステージ効果が耐技力アップというものがついております。ただ別にこれ関係なくて、今回ね多分攻略ではまず見たことがないトガミン使っていきたいと思います。リーダー特性が耐技力回復力を 10% 上げる。このキャラねめちゃくちゃいいですよ。天の羽衣も素早さ移動力も上がる。地の裁き、敵が射程1から4の範囲内にいる場合地の裁きで攻撃する。確定耐技追撃と高確率耐技デバフ入れてくれます。装備が軍神の笛で HP と MP 上げて、太陽の冠でさらに MP も上げております。特技は全部10ですね。続きまして、これも珍しいんじゃないかな、ミネアランク S8 1凸レベル130、特技は全部10です。最近一卒になったのでインスピレーション稀に2回連続で大義発動します。そして最新武器エンペラーナイフ、 MP を上げていただいて大義力プラス 3% だけ持っております。大義で攻撃した時ダメージを 20% 軽減、これもいいですね。そしてリボンでさらに MP 持っております。そして3体目ブチュチュンパ、ランク A8 5凸レベル120、キスクローとハグメタベスト、特技は情熱キスプラス10。4体目大義パーティーなのでキングレオを連れていきます。こちらね縦横の方向がめちゃくちゃいいダメージ出ますので、さらに大義耐性も下げてくれる、優秀ですね。キク一文字と魔剣士の装束で MP 上げております。最後はダイスラでしっかりかばっていくという感じですね。じゃあこんな辺
編成でメンバー詳細こんな感じで、もう素早さも適当です。とりあえずダメージだけね見ていきたいのと、大義パーティーで攻略するってなかなかねないと思いますので、トガミ姫使って高難度でブチュチュンパ使えるのかやっていきたいと思います。では出発する。はい、それでは33巻こちらで遊んでいきたいと思います。では戦闘開始。判明、キングレオ適当に待機しとくかな。ブチュチュンパも待機。では3段階軍神の笛で、これで 45% アップしてますね。ミニア力のカードで逃げてみますか。攻撃素早さ、攻撃賢さ、めっちゃ上がるやん、めっちゃ上がるやんか。ダイヤアーマーで守備力上げときましょう。呪文耐性も上がりますね。近寄ってきてマジックバリアかな、懐かしい。2段目、ここで獣王の方向を打ってダメージ1942、対義耐性下がる、追撃対義耐性下がる、めっちゃ下がりましたね。対義耐性2段階ダウンしてます。じゃあここから情熱キス打ってみましょう。2体に当ててダメージいかほどですか。ドバン、1387と1067、めっちゃ強ない。それで攻撃力も下げんの、924と711、もっぱつ924と711、強っ、めちゃくちゃダメージ出るやん。え、だいぶ強いぞ。え、意外と闘技場よりも高難度で使える感じ？え、めちゃくちゃ強くないですか？じゃあ、命の笛でちょっと回復、非 HP 回復効果上げといて、身代わり入れときましょう。え、強っ！クロスボウを、クロスボウ、ゼロ。では、運命のは、ミネア入れて、1793回復。ダメージ無効。マヒャド、マヒャド、マヒャド、近寄ってくる。お、次4体当てれるんじゃない、これうまくいったら。あ、4体当てたいな、いけるでしょ。では獣王の方向打ってもいいんですけど、キラマツ削りたいので、獣王人雷槍とかな、獣王人雷槍2679、属性入ったら強いですね。ではこれやばいよ、情熱キス4体当たります。ダメージめっちゃ出るな、これ4回追撃出るか見れますね。行ってみましょう。情熱キス上げる、1380、1222、1000、めっちゃ強い、めっちゃ強い。あ、これめっちゃ強いわ。811、724、知の騒ぎ、学習コンピューター、ミニアのさらに追撃で1400。あ、今4体に当てたけど、怒涛の情熱キッスは3回までしか出ないんですね。なるほどなるほど。だ、複数体当てても発動するのは3回ってことですね。一気に3回出すことも可能やし、まあ、2体なら1回で2体出しっていう感じですね。了解しました。むちゃくちゃ強いじゃん、むちゃくちゃ強いよ。じゃあ命の笛で回復、1177、茶回復すんな。身代わり、優秀ですね。ローリングブレイク、ダメージ無効だからね。新悪魔のカードで非ダメージ上昇さらに入れていって、お、マリンエンペラー入ったね。あ、地の裁き確定追撃、め追撃しまくり、楽しいね。素晴らしい。4ターン目、キラマルまだ6000あるの、獣王人雷槍入れて、モードチェンジしてデインが入らないので獣王の方向の方がダメージ出るかな。あ、これでキラマ落ちちゃいますね。獣王の方向2777、大義もめっちゃいいダメージ出るな。めっちゃ出る。しかも射程4で追撃してるトガミ姫やばくない？射程4追撃は優秀やな。あ、情熱キッス、いいダメージ出るじゃない。ガン1526。大義耐性下がった、めっちゃダメージいいな、素晴らしいです。しかも今もうね4ターン済んでるのに、ブチュチュンパの消費 MP72 もあるのに全然減ってないですね。めっちゃ打てるやん。新悪魔のカード、
追撃優秀やわ。命の笛。413回復。優秀。こだわり。読まずん。5ターン目。会議でもね、5ターンで攻略できるんですね。素晴らしい。では、獣王雷槍陣で、これ追撃で死んじゃうな。雷槍陣2136。地の裁き、大義体制下がる。追撃出る。MP 持ってきてるので、5ターン情熱キッス、まあ、4回かな打っても、まだ、あと3発打てますね。普通に攻略で使える。ブチュチュンパ、情熱キッス。あ、強いわ。強っ。トガミ姫と合わせためっちゃ強いやん。え、普通に優秀なんですけど。うん、バリア剥がしとかも使えるし、うまく使いこなせば、巨大ボスとかでも使える可能性あるまであるな。攻撃力ダウンがね、ついてるので、めちゃくちゃ強いと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。ブチュチュン、強えわ。めっちゃ強え。A ランクウェイト35で出せるダメージじゃない。やっぱり扇形範囲ってのがいいですね。このキャラはちょっと貫突させといてもいいんじゃないかなと思いました。よかったら皆さんの意見も聞かせてください。ブチュチュンパ強えなと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、なめんじゃないわよー。